洗濯物干してんねん。うちどこもやわ、洗濯物干すん嫌やな。誰も手伝ってくれへんし、うん、でもまあ何が一番嫌って孤独よな。あ、お母さんたちいつもそんなこと思っとったんや。うちらでそんなお母さんらを救いたいな。うん、感動したぞ。今なんか変な声聞こえへんかった？え、気のせいちゃう？こら、気のせいではないわ。何、どっから聞こえるん？どこや、出てこんかい。ここじゃ。うわぁ、お前誰や？お前とは失敬な。私は選択の神じゃ。お前たちの母を救いたいという気持ちに感動したぞ。わあ、うち神様なんか初めて見た。やっぱ神様はおってんな。洗濯の神様とか意味わからんし。神様とは神を敬った呼び方だそうじゃ。辞書引かんでいいから。しかも意味が違う。もう怒るな。母を救いたいというお前たちにこの私が直々に協力してやろうと思い、いいものを持ってきたのに。別にいらんわ。知らん人から物もらったらあかんしなあ。揃えてまでそんなことを言わんと、さっき兵庫県の西播磨地区にお住まいの100人のお母さん方にアンケート調査を行ってきたんじゃ。ちょっと見てくれ。助手、おい助手。もういいって言ったのに。神様強引やな。で、助手の人全然出てこないし。すいません、ちょっと時間押してるんですけど。助手の人、ちょ、もうどこ、神様ちゃんとやってから来てほしいねんけど。で、助手おった。で、めっちゃカホリに似てるし。調査1、家事で孤独を感じることがあるかという質問で、あると答えた人が56人でした。へえ、やっぱり大半の人が家事中に孤独を感じてるんやな。調査2、家事中に孤独を感じることがあると答えた56人のお母様方に、どんな時にそう感じるかという質問をした結果、洗濯をする時が一番多かったのです。ほうほう。調査3、お母様方が家事を楽しむために求めることは何かという質問をした結果、家事をしながら子供とコミュニケーションを取れる環境と、家事をしながらご近所付き合いができる環境が求められていました。へえ、よし、そうと分かればこのアンケート結果をもとにお母さん方を救うためのものを考えよう。なんかほり、え、ちょっとかほり、かほり、プレゼン中なんやけど、ちょっと、あ、おった。それじゃあまずは家事をしながら子供とコミュニケーションを取れる環境のためのデザインやな。どうしようか。お母さん方が一番孤独を感じてる時が洗濯中やろ。あ、洗濯中やったら子供も手伝えるんちゃう。あら、これはどうじゃ。そこの箱に入っておる A、B、アルファベットがついた洗濯バサミ。はい、略してエビセンじゃ。ダザレかよ。まずエビセンちゃう。なんでやねん。ベタなツッコミやな。あ、これで子供にアルファベットとか教えながら洗濯物干すんやな。そうじゃ。ただいま。洗濯物取り入れなあかんし。You can eat ケーキ？日本語に訳すとケーキを食べてもいいですよ。こういった風にメッセージを残したり、楽しくアルファベットも覚えられます。また最近の小学校では1年生から英語の授業を行っているところがありますよね。 B O O K ブック、本。 B L A Y プレイ、遊ぶ。このようにアルファベットを教えながら一緒に洗濯物を干せば、子どもたちも楽しくアルファベットが覚えられます。このエビセンがあれば、家事をしながら子どもとコミュニケーションを取れる環境が作れる。次は家事をしながらご近所付き合いができる環境のためのデザインやな。いっそ洗濯しながら会話ができたらな。ならこれはどうじゃ。モールスハンガー。え、今なんて、モスバーガー？違う、モールス信号と洗濯用具であるハンガーのことじゃ。ああ、モールス信号。トンツー。あのさ、はい、それまだモールス信号でハンバーガーって売っとんちゃうやろな。すいません。はい、助手、そこのモールスハンガー解読書を読んでくれ。助手やめたんちゃん。神様人使い荒いからな。仕方ない、代わりにお前たちがそこの解読書を読んで説明してくれん。お前、いやいや、そんなん絶対めんどくさいやん。うちできひんでな。神様の命令じゃ。神様やったらしゃあないわ。神様やったらしゃあないんかい。モールスハンガーとは、ベランダにあるハンガーなどの洗濯用具の並べ方によって、洗濯をしながらご近所にメッセージを送るものです。やって。へぇ。
例えばこれじゃ。これは私たちから見て右側に洗濯物がかかっているので明日を意味し、タコ足の持ち手の部分に布団バサミがかかっているので仕事が休みということを意味しています。さらにタコ足を左側で使用しているためゴミ当番ということを意味しています。つまり明日は仕事が休みでしかもゴミ当番であるということ。このルールは町内や地区内で決めることをお勧めします。例えばこの町内では冬にハンガーを右側に一つだけ置くことで餅つき大会をしましょうという意味にします。こうやってご近所さんを募って催し事をするうちにご近所付き合いも円滑になります。しかもこの暗号はルールさえ分かれば異なる言語を使う外国人にでも互いにメッセージを伝えることができるのです。キャッシー Hello! My name is Catherine! 私もこれで日本人とすぐ仲良くなれたんじゃよ。あ、お前やったんか洗濯の神様は。このモールスハンガーがあればお母様方は家事をしながらご近所付き合いができる。エビセンモールスハンガーのおかげで洗濯を通し言語の垣根を越えてコミュニケーションができる広場、それが洗濯広場ランドリーコミュニティ。そんな理想的な広場を一緒に作りましょう。これで私たちの発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では藤原先生お願いします。大変面白く拝見いたしました。コミュニケーションですから双方向ですよね。例えばある家庭から発信したときにまた別の選択をしながら帰ってくるというふうなことも考えますか。あったら面白いなと思いますが。どちらかというとなんか回覧板みたいな役割を果たしたり、あとはその親から子供が帰ってきた子供に向けてそういうメッセージを残したりとかいう目的になってます。英語のクリップ洗濯バサミは可愛いなと思いましたけれども、こうやってやるときに結構あー B がないとかあー O がないとかそれめんどくさいなと。もし販売したとしたならば、単語で売りたいと思ってるんです。なんかこうコミュニケーションっていうことを考えるとこういっぱいあって選べて毎日こう違うメッセージ、これはキャンなんだよとか子供に教えるにもでもまあ可愛いんじゃないかなと思うんですね。ずらずらっといっぱい並んで色も可愛いし、その洗濯物の干し方にメッセージ性が込められるという着眼はとても面白いと思いました。なんか幸せの黄色いハンカチみたいなもんでね、多分まあでもその現実にはね、そこの町内に越していくと覚えなきゃいけなくて大変で、知らず知らずのうちにとんでもないメッセージを発してしまったりすることも起こりうるわけですから、現実的には難しいだけども、日常のふとした洗濯物の干し方にいつも何も考えないで干しちゃってるわけだけども、ちょっと考えると何かここに発信できるチャンスがある。家族同士のコミュニケーションもあるよねきっとね。でそのちっちゃな着眼をここまでプレゼンテーションするところがねすごいなと思って僕はもう感動しました。多分小山さんなんかがそのうち映画の脚本書くときにこういう発想は使えるんだろうなと思いますけど楽しみました。はい、ありがとうございます。小山先生いかがでしょう。最後に一言一つだけ聞きたいんですけど、なぜこれを考えたんですか。きっかけを教えてください。まず最初にデザインする対象を身近なものに、普段誰でも使っているようなものにしようと思って洗濯バサミにしようという話になったんです。で洗濯バサミからなんかだんだん広がっていって、途中で先生のアドバイスでこう洗濯干しながら会話とかできたら面白いよねって、それで2人でまた膨らましていってこういう形になりました。あれはなぜ神様だったんですか。いやなんかわからないんですけど降臨されて私たちのチームが、本当はそのもう一人違う人がいたんですけど、サポートに回っていただいてたんで、だから私たちの他にもう一人登場人物が出てきてくれたらと思って思ってたら降臨してきたよね降臨してきたということです。よろしいでしょうか。はい、コーデラ高等学校のプレゼンテーション、洗濯バサミランドリーコミュニティでした。ありがとうございました。ありがとうございました。